はい、おはようございます、ラスカルでございますと、カメラマンのタクションですお願いします。今日は、まあ、ちょっとね、チャレンジだから、いろいろ撮ってもらおうかなと思って、タクション呼んだんだけど、ありがとうございます。で、今日来たお店がですね、つくば、茨城県のつくば市にございます、はい、もうね、見えてますね、こちら鬼屋さんというお店でございます。はい、はい、こちらのお店なんですけど、まあ大食い好きな方は結構知ってるのかな。僕は最近チャレンジやってなかったから、はい、ちょっとチャレンジ調べてない都合上知らなかったんだけど、はいはい、なんかね、大食いの YouTuber さん、はい、ほぼ行ってるのよ。ほぼここのチャレンジメニューに。あ、そんな有名店なんですね。めちゃめちゃ行ってた。で、そのチャレンジの内容が、バカでかいおにぎりと、はい、もつも専門店らしくて、うん、そのもつ煮がセットになった、はい、大体ね3キロ強ぐらいの、はいはい、うん、なんかチャレンジメニューらしいのよ。共通の知人がいて、はいはい、その人を介して、うん、あのお店の方からラスカルさんだけ来てないんだよねっていう報告を受けましてすぐ行きますとそう、なるほど、申し訳ないと、まあ、本当にね、ちょっと僕も無知すぎたので、はい、いろいろ言われてから調べたんですけど、うん、めちゃめちゃもつがうまそうなのよ。お店さん自体は3時までの営業なんだけど、うん、今はもうお客様もいらっしゃらない状態なんで、はい、あとね、喋りながらチャレンジしようかなと、はい、あ、なるほどなるほど。というか3キロ強で制限時間30分なのよ。マックさんとかゾウくんとか、はい、あの動画を見ると15分ぐらいでクリアしたから、今日はチャレンジとは言っても、はい、ガチガチのチャレンジじゃなくて、はい、あのね、この美味しそうなもつをレビューしながら食べる、うん、チャレンジというよりもレビュー会ですねで、はい、でもチャレンジなんですよね。でもチャレンジ、それでもチャレンジなんだけどあのチャレンジを見に来た方はね、若干がっかりするかと思うので、先にね、今回はチャレンジ寄りではないっていうことをあのお話しさせていただきましたはい、ということで、いいですか、行きましょうか、入っちゃって、行きましょう、行きましょう、はい、よいしょ、お邪魔します。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりましたが、はい、もう見て映ってますよマックスさんね。で、これ今動画でやってるのはこれ大高山っていうラーメン屋さんで、こう鬼屋さんの系列で営業してるお店らしくて、まあ、これはね、二郎系のお店らしい。本当にもつ煮やったりとか二郎系のラーメンやったりとか、うん、本当にこのお店さん自体ね、多様なジャンルで営業されてるらしいんだけど、まあ、今日はね、もつ屋さん、このね、鬼屋さんってことなんで、これがね、メニュー表になってますね。で、この鬼もつとか鬼もつ極みってものがあって、おにぎりね、この鬼いいね、このおにぎりですね。で、このメニュー表にもあるようにお酒なんかも飲めるし、ホルモン系も提供しているので、まあ飲み食いしながら食べれるっていう、まあ楽しめるっていうようなお店でして、鬼屋さんの方でも大高山さんで提供しているこの二郎系のラーメンを食べれるみたいなんで、持つだけではなくて、ここでね、ラーメンなんかも楽しんでほしいなと思うんですけど、これチャレンジメニューでございます。なんでマックスチャレンジということで、まあ、完全予約制になるんですけれども、コシヒカリのいいの使ってんのよ。で、一応チャレンジメニューの内容といたしましては、これおにぎりが約2キロで、持つの煮込みで約1キロ、でそこにプラスアルファでお味噌汁にお漬物がついたセットもありまして、まあ、総重量でいうと3キロ強、うんうん、で制限時間が30分で、挑戦料が3000円ですね。失敗の場合は3000円のお支払いということで、かなり安いよね相当安い。で、あのお店の方とね、そのもつのこだわりについてお話聞いてたんだけど、まず作る手順も、一から作った時に完成するまでが約ね3日ぐらいかかるらしい。本当に手の込んだ美味しいもつらしくて、もう今日のチャレンジめちゃめちゃ楽しい。で、ちょっとそろそろもうチャレンジのメニューなんかもできそうらしいんで、行きましょうか、行きましょうか、はい、はい、お願いします。ということで、ただいまね、本日いただくチャレンジメニュー到着いたしました。これね、もうめちゃめちゃでかいのよ。おお、でかずっしりだいや、じゃあちょっとね、熱々のうちに食べちゃおう、これ、うん、せっかくなんで ね、 ですね、はい、じゃあそしたらよろしいでしょうか、はい、もしよければ掛け声なんか3、2、1かなんかでいただければ、はい、お願いします。はい、いきます、はい、3秒前、2、1、スタート。で、いただきます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 。そしてこれ置いてきまして、ひとまずだ、まあ箸もね、ちょっと湿らせないといけないから、持つから行かしていただこうかな。これね、ちょっとね、みんな見て、このおもつめちゃめちゃうまそうでしょ、これうまそう。で、確かに今回このチャレンジメニューはそのもつ2種類あったじゃない、はいはい、これは極みの方らしい。あ、お荷物極みの方、そう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 、うまっ、うわー、うまっ、うわ、うまい、めっちゃうまい。あのね、スープにそのもつのうまみは移ってるんだけど、
そのもつ特有のその血生臭さっていうんですか、はい、これ全くスープに移ってないのよ。臭みがないんですか。臭みがない。でまたなんかその八丁味噌にも近いような甘い感じの味噌、はいはい、美味しい、滑らかでまろやかでめちゃめちゃ美味しい。うわ超美味しそう。ちょっとこれだよ、ちょっと見てこれ、もつもつよ、もつ、これ見える？うわうまそうでしょ。すげえ美味しそう、やばい。ちょっとこれいただきますね皆さん。メステロだな。やらかうんますごい嬉しそうに食べますね。これチャレンジなんですけどね。いや、とろけるよ。これチャレンジでいいのかな。本当におにぎりいきますね、これいただきます。うんうんでかっ。口も大きいですけど、あ、またうまいね。あの汁とめちゃめちゃ合いますよ。これチャレンジにするのもったいないぐらいですね。今日決めましたよ、はい、急がない急がない。味は絶対に味は一つ大きいですね。箸、うん、休めのお漬物、これものすごい嬉しい。うん、いい音しますね。うまっ。ちょっとだけ急がないと時間的にやばいかもしれない。そうですね、これチャレンジですからね、うん、ここら辺であの筑波大がすごく近くて、はいはいはい、でその学生さんとかのラグビー部の子たちもなんかね、普段ね4人とかできて、はい、1.5 升のお米とかをペロッと食っちゃうらしいんだよ。でもやっぱりその、まあ、時間制限とかもねいろいろあったりとかするから、はい、そういう子たちでも一般の方はこれ一人もチャレンジ成功してないみたいな。あ、そうなんですか。うん、お米2キロですからね、うん、難易度はすごいと思う、これは。うん、でもマックスさんとかゾウ君とかも15分ぐらいでクリアしたのかな。はいはいはい、早い、早いよ。早いよ、く分かんない、そのタイムが。絶対お米最後さ、ぶち込んでも美味しいよね。絶対美味しいですけど、これチャレンジなのにもう完全に味わっちゃってるじゃないですか。うん、うまっ。で、またこのおにぎりも塩加減がちょうどいい。塩加減がぴったりだね。塩分もちょうどよくて、すごくね、このもつに合うよ。ここら辺がさ、ほら、一番厚みがあるからさ、やっぱこの外側よりもかじれないのよね。こうかな。もつもさ、しっかり味濃いめだからさ、もう半分ないのにさ、もつまだ4分の1も食ってないからね。そうなんですよ。比率が難しいねこれ。いや、これ食ってほしいな。いや、食べてないっすね。なかなかやつはチャレンジしながらそんな美味しそうに食べる人。よくね、コメント欄でも言われるのがチャレンジですよねって言われる。チャレンジ動画じゃないように見えるっていうのは。そうですね、視聴者の方から突っ込まれる。うん、一向にスピード上げないっすね。だってもうさ、はい、半分以上食べててさ、まだ10分だからさ、別に急がなくていいのかなっていう。早いんだよな。うん、豪快っすね。うまいわこれ。お茶うめ。お茶がうめえな。うん、これちなみにこのチャレンジで、はい、こんなにあのまったり食ってるやついました。普通みんなもうちょっと頑張ってますよね。そうですね。そうですよね。頑張らなすぎてますね。視聴者の方もあれ、これチャレンジだよなって思ってました。いやでも本当にもったいないよ。あってこれ本当これぐらいうまい。無理なんですよね、うまいもの食べてるとなんか急ぎたくなくて。僕としては一杯行きたい。ビールでね、流し込んだりとかしても絶対うまいよ。ハイボールとか合わせてもいいだろうな。美味しいっすね。うん、話しすぎだって怒られるから。大丈夫かな。怒られちゃうかもしれないですね、視聴者の方から。
忘れてたわ。もつといえばこのね、唐辛子ね、これちょっとね、入れようと思ったんだけど忘れてた。ちょっとね、こっちでちょっと移そうかな、これ皆さん、これね、はい、これもつといえばですよ、これ唐辛子、これ、うん、ちょっと、まあ、うまそう、うん、あれよ、絶対これは美味しい、これだよ、これ、これは美味しい。いや、これマジでうまいと思う。いただきます、これ。完璧だよ、完璧だよ。やばい、今日チャレンジできること全然忘れちゃいそう。うん、すごい美味しそう。こんなのはほら、もう聞くまでもないじゃん。もう間違いないですね。間違いなくうまいじゃん、こんなの。最後さ、本当はもつにご飯入れようと思ってたのよ。あ、おっしゃってましたよね。美味しくてさ、はい、忘れててなくなっちゃったおにぎり。もう気づいたおにぎりないじゃん。いや、うまい、マジでうまい。いや、でももうないよ、本当に。本当だ、もうない。もつも、もう全然ないし、一言、はい、名残惜しい。別れみたいな。本当に、ね、おかずってさ、おかずになるものとお酒になるものって結構どっちかじゃん、はいはい、どっちもなるってのあんま少ないじゃない、うん、これはね、ほんとどっちも合う。塩飯にもものすごく合うし、やっぱりね、味の深み、旨味っていうのが強いから、お酒もものすごい合うと思う。だからさっきのハイボール、うん、だって飲み放題あるんでしょ。でこれ普通に一杯もつ頼んだら、で飲み放題頼んだら、その一杯だけで結構ベロベロになれるぐらい飲めるよ。本当に酒が進みすぎちゃって。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よっと、はい、これね、映ってるかな、残り7分と36秒って感じだから、うん、ちょっと後でテロップで入れといて。ちょっと頑張ってほしいな。今日に関しては相当味わったけど、思いのほか早かったから。いや、早かった。実はね、お店にもお話し通してて、ちょっともう営業は終了後にはなってるんだけど、たくちゃんお腹空いてるかなと思って、もっと食いたいでしょ。注文しちゃいますか。いいんすか。はい、いいんすか。まだちょっと僕も余裕があるから。え、チャレンジにはやりましたけど、ね。せっかくなら、あのほらラーメンあったじゃん。あれも食べたいなと思って。チャレンジメニューの後に。何言ってんだみたいな顔してるけど。いいかな。え、もちろんす。じゃあちょっと追加で、はい、もつの極みと、はい、おにぎりと、はい、あの大高山ラーメンを一杯いただいてもいいですか。わかりました。来たね、たくちゃん。来ましたね。いや、なんかもうさっき飯トラ食らってたんで。あ、確かに。これたくちゃんが、はい、これで極みの、もつ、そうですね、うん、おにぎりね、うん、塩だね。でこっちが大高山ラーメンと。うん、それでこれ頼むと一応ね、もうデフォルトでこの生卵のトッピングがつくみたい。あ、デフォルトなんですね。うん、もうとりあえずじゃあもうあったかいうちに食べよう。もう撮影なんかも後にしてくださいよ。もうカメラ置いておいて。はい、ちょっと改めていただきます。いただきます。そしていただきます。いただきます。じゃあこれいっちゃってよ、俺。いただきます。どうよ。全然臭くない。臭みないでしょ。うまい。今回頼んだのがね、一応このサイズが大なんだけど、これ1個でさ、何杯酒飲めるって話よ。全然いける。本当に全然。はい、プリプリ、うまそう。いただきます。はい。あ、全然食レポできない。うまくてさ、言葉失うよね。ちょっと、うん、びっくりしました。俺もラーメンいっちゃっていい、これ。うん、今回は大高山ラーメンの小を注文させていただいて、一応麺量が茹で前で 200g ぐらい。はいはい、うん、スープこんな感じですね。こういう感じ。ひねゆかタイプの、結構ね、色味的にも醤油がくっきりしてるけど、表層の液体油も結構多めだから。はいはい、これですね。うん、多分ね、醤油感もあるんだけど、うん、油のね、まろやかさでも感じられるようなスープだと思う。いただきます。どうぞ。あー、うまい。あー、うまいっすね。うまい。うん、あー、これはうまいな。確かに食べやすいですね。二郎系慣れてない方でもすごく食べやすいような、非乳化タイプの。あー、うん、あー、
でまたさ、その油もこの塊油じゃなくて、はい、こうチャッチャ系みたいにすごく細かく砕いてる油だから、はいはい、うん、こうスープ飲みながらとか麺すすいながらでもなんか一緒に自然に入ってくるような感じ で、 うん、でこの油の甘みっていうのもねすごいまろやか。へー、うん、さっきまでチャレンジメニュー食べてた人と思えない。うわこれ見えます、これほらこうやってしっかりね麺にね醤油の返し染まってるしね、茶色く、これがねうまいのよ。返しすっげえ楽しそう。これの本業はラーメンだから、大食いじゃないから。ラーメンだから。うんうん、あうまい、あうまい。これしかもその二郎麺ではないな、厳密に言えば多分二郎麺ではなく極太の中華麺なんだよね。まあもちろんその、ね、二郎系食ってない人は何言ってるんだろうって話なんだけど、あの二郎系の独特なその硬さとか小麦とかではなくて、本当に、ね、太い中華麺だからよりねなんかもちもちしてるし、小麦の香りもしっかりしてる。はいはいはい、うん、もちもち、うん、もういいよこんぐらい、たくちゃんも食べなよ。 ありがとうございます。じゃあちょっといただきます。ちょっと食べよう食べよう。じゃあちょっとたくちゃん改めて、はい、はい、ごちそうさまでしたということで、なんかねもともとこのテイクアウトとかもやってるの、おにぎりとか、はいはい、もつとかで、その中にこういうのがあるらしくて、ほんとつい最近できたらしいんだけど、これね持ち帰り用のパック、もつの、はいはいはい、これ普通のやつとこれ極みのもつ、極み、そうそうそう、これが他の、ね、方の YouTube 来た時もまだ開発段階だったから、いついつってのが全然未定だったらしいんだけど、これぜひご自宅でねこの味が気に入った方はもう食べてほしいなと、買って、いやだって自宅だったらいくらベロベロだったっていいんだから。でこの鬼屋さん、この本店、つくばにある本店のみではなくて、ほんとつい最近茨城県の湯ヶ崎の方に2店舗目ができたらしいの、そこもねぜひ行ってほしいなと。でまあもちろん鬼屋さんのみにならず、ラーメン屋さんの方も3店舗ぐらいこの県内にあるみたいで、ツイッター見てやっぱ驚いたのが、鬼屋さんでもつを食った後にどうしてもラーメンが食べたくなって龍ヶ崎の大高山に二郎系を食いに行くってお客さんも結構いらっしゃるの。マジっすか、はしご。ぜひあの向こうのその茨城の方で龍ヶ崎の方ですとかお近い方は店舗の方でねいろいろとお試しいただければと思います。ということで今日はこんな感じかな、うん、なんかチャレンジャーの緩いっすね。緩かったね。たくちゃんどうだった今日。美味しかったよね。めちゃくちゃ美味しい。撮影は僕なんかで今まで一人で回ってましたけど、やっぱ一人でね、美味しいとか楽しむよりもこうやってね目の前で一緒に二人で、ね、楽しんだ方が皆様にも、ね、より伝わるかと思いますので、ぜひね今日の鬼屋さん、このもつ煮込みやラーメンですね、気になった方は店舗の方で食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。